京都ニコ奏者のピちゃんです。今日はニコとシュウコの違いを見ていきたいと思います。ニコの仲間にはコウコ、ケイコ、シュウコがあります。コウコは高い音、まあ甲高い音がありますね。大きさとしては少し小さい、まあ少し短いかな。そしてケイコについては、大きさとしてはニコとほぼ同じ、まあ同じなのかな。そしてシュウコというのは、まあ、少し大きくて長いということなんですね。で、私はニコとシュウコを持っていますので、その違いを今日は説明していきたいと思います。まず長さですが、シュウコは86センチメートル、ニコは83センチメートルでした。次に重さですが、シュウコは 1.5kg、 ニコは 1.0kg でした。ニシキヘビの皮の部分ですが、私のシュウコは八角形、ニコは六角形です。長弦ですが、シュウコは内弦 G、 外弦 D、 ニコは内弦 D、 外弦 A ですから、ニコの内弦とシュウコの外弦が同じ音ですが、この中古の D の音は、ニコの D よりも1オクターブ低いんですね。テイコというのがありますけども、これは中古と同じ長弦で G と D ですが、テイコの方が中古よりも1オクターブ高い。つまり、ニコの内弦とテイコの外弦は同じ音で、それよりも1オクターブ低いのが中古の外弦ということになります。中古ください。すいません、新品しか置いてないんです。あ、ですから新品の中古ください。どういうことですか？